嘘のような本当の輪の時間ですね。皆さんおはようございます。ということで、ね、今週もね元気にお届けしたいと思います。ジャガン中、はい、私パーソナリティの土井秀人ですが、ね、今週も、東京から、ゲストをお迎えしております、ドクター水素ボトルの北条雅弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、新井さんね、ヨッシー新井さん、はい、ヨッシー新井さんをまたねお迎えしてるんですが、ヨッシー新井さん今は FB の1、はい、月曜日、月曜日の夕方4時から5時までと、はい、日曜日の夕方4時から5時、はい、FM 小座では日曜日の12時から1時と3時間になってますね。おー、それ同じ番組ですよ。はい、あ、同じ番組ですよ。まあ、要するに1回生放送を撮ったのを次の日曜日に FM 小座も含めて流してます。あ、同じものが3回、週3回流れですね。すごい、はい、流してもらってます。人気番組です。いや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 、だからね、まあ、一応あの10年続いてますんで、すごい超人気番組と勝手に言ってます。長寿番組ですね。そう、勝手に言ってます。すごい、ね、前ね、ほんといきなりね、タイミング良くなのか、こうふっと顔出したら、生放送オンエア中に入ってこいよなんてしていただいて、もう途中からこうね、お願いしますって言ったら、もうね、リスナーの方からもうね、やっぱ生放送すごいですよね、こうメールが来ちゃったの。私なんか何年かやってますと、全員他局さんであれですけど、たった1名の方がね、でも嬉しいですけど、ね、まあ、生だから、生でツイキャスとかね、YouTube で入ってくるんですよ。はいはい、いいですね、リアクションがあって、はい、ねえ、はい、そんな新井芳生さん、よっしー新井さんをね今週お迎えしてるんですが、はい、最近新井さんね、ちょいちょいお目にかかってるんですが、まあそうですね、どうですか、はい、お仕事の方はなんか航空大学がっていう話、まあ、この間ね、うん、この間この間、日本航空学園の、まあ、理事長、日本航空高校と日本航空専門学校、日本航空大学校っていうね、これも、山梨県が本校 で、ね、石川県とあと北海道にもあるんです。札幌にもあるってね、本当に教育界では結構有名な方で、ね、高校の方は全国優勝がね、バスケット、はい、バレー、空手、これ3つで全国優勝もあるんですよ。まず野球部 の野球も、うん、有名ですよね。出てきますよ。ただ野球はまだ優勝してないんだけどね、まあ、甲子園は何回か行ってます。野球部で長年監督された方が今静岡に、はい、移動されてるんですけど、その監督さんに水素実際も導入していただいてるんです。あ、そうですか、はい、チームにもう超有名な、超有名な静岡 の、 まあ、その監督が超有名なんですけど、国学園のが行かれまして、そこで選手なんかにも使っていただいてます。国高校の監督やったんだ、はいはい、もともとですね、はいはい、つながった、また新井、さん顧問されてるんですよね、まあ、顧問というか、まあ、理事長補佐、沖縄担当とか、だから理事長が沖縄に来た時には僕が世話をするという、ね、あるいはまあそういう、まあ、今通信、沖縄では通信教育をね普及させて、るんですが、はい、まあ、そのサポートっていうことでねやってます。はい、そうですね、うん、あとはほら最近荻野さんもね行ったかな、そう、まあ、ヤンバルマナミロボリという ね、これはうちの今私が、まあ、所属しているね、うん、会社が指定管理をね、うん、国頭村から取ってやってるんですけど、ね、ヤンバルマナミロボリって言ったらもう本当に世界自然遺産を目前に望む、もう隣接しているね、本当に大自然の素晴らしいところで、宿泊施設、キャンプ場、ネイチャートレイルが3コースもあるんですよ。散策、ね、散策のコースが、それにまあカヤックとかね、まあ、いろいろそういう自然を満喫する、まあ、そういう施設ですよね。組神村では最も大きい施設、ね、管理が大変です、うん、ね、まあ、いわゆる芝の管理とかね、ほっといたらもうくさくさくボボ払うし、散策路なんかがいろんな木がね、台風の後なんて、ね、倒れてきたりあるんで通れなくなったりするんでね、まあ、そういういろんな面で管理がだから大変な施設が広いだけに、ねえ、まあ、今の季節ね、沖縄は比較的冬も暖かいですから、はい、むしろ真夏よりね、そういったところで学びの森ですもんね、はい、うん、キャンプしたり、テーマですからね、まあ、自然を学ぶ、ね、はい、自然、世界自然遺産の動植物を学ぶ、ね、SDG 教育と、ね、
はい、素晴らしい。なんか特にあれでしょうね、まあ、お子さん連れご家族とかでもね、いい楽しめますしね、はい、きっとね、はい、山ある学びの森、ぜひね検索していただくと立派なね、あのホームページがありますからということですよね。はい、はい、あとはあります、まあいろいろありますよ、いろいろありますよ、ね、本当に。まあ最近だと力を入れてるのが外国人のね、うんうん、技能実習生とか外国人の特定技能という外国人材、これをですねいわゆる受け入れをする組合をやってるわけですね。それで今はねコロナがね終わってですか、フリーになって、とにかくねいろんな企業、特に飲食とかホテルとか観光関係が忙しくなってますから、本当人手不足なんですよね。であるホテルによっては人手不足のためにねレストランが開けないとか、うん、あるんですよ。結構有名なホテルでもねレストランが土日か勤労しかやってないとかね、うん、人手不足のためになんていうのも聞きますけどね。まあ、そういうところに、まあ、人材を、まあ、東南アジア、特に私どもの方は、まあ、東洋協同組合という名前でねやってるんですけども、ベトナムとインドネシア、最近インドネシアが増えました、はい、ね、を中心に、うん、いわゆる技能実習生特定技能の外国人材を受け入れをやってます。で受け入れっていうのは何かというと企業につなぐってことですね。うん、まあ、そんなのやってますんで、ぜひ人手不足の時にはやってください。わ、はい、かりました。そうですよね。これ別に沖縄にね限った話じゃなくて、本当労働人口がね、はい、減りつつある中で、やっぱりそういった方々にお越しいただいてね、まあ、国にねまた戻ってもあるんでしょうけど、はい、すごくその勉強になり、かつなんかすごく私ね聞いた話なんですけど、真面目な学生さんっていうか、はい、多いんですよね。まあ、学生っていうのは、まあ、労働者なんですけどね。まあ、ただ、うん、名目的技能実習とかっていうね、まあ、日本はいわゆる移民政策取っていないんで、労働者を入れるっていうわけにはいかないっていう国の政策があるわけですね。ですからそういう実習という形で、研修という形で、はい、海外のそういうね、特に発展途上国、うん、東南アジア中心としたそういうところから技能を、学ばせて、3年間はこちらで学んで、その技術を持って母国に帰って、いわゆるそれを活用しなさいという制度なんですけど、実際日本側から見たら本当に人手不足を解消するっていうのが大きな目的になってるんで、もう近々もうその制度がちょっと変わってね、実際のやっぱりいわゆる働き手を増やすっていうね、そういう意味での名称に変化する、技能実習っていうね、それはちょっと取ろうという今方向になってます。ベトナムの人って結構日本人には会いやすいというか、考え方が似てるっていうか、っていうようなことをよく聞きますよね。特に沖縄なんかね、もうほら気候的にも合うんですよ。なるほど。だからいわゆる日本学校生とかね、いわゆる留学生、東南アジアからのそういう留学生も沖縄はとっても入りやすいんですよ。それ生活になりやすい、ね、まあ、その暖かいのもあるし、はい、人の、まあ、民族的なっていうかね、沖縄のそういうウェルカムっていうね、そういうあれが民族性がありますから、そういうところで慣れた後に今度は内地に行くんですけど、なぜかっていうと沖縄は最低賃金が安いんで、内地が安いんで賃金のいいところに内地に移動するっていう場合が結構あるんですけどね。ハブの役割になるんですね。なるほど、いろいろね、やっぱりご活躍の新井さんですが、一旦ね、はい、CM 入りましょうね。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 嘘のような本当のはということでね、嘘みたいな出来事がやっぱり新井さんにもあったんでしょうか。で、WO イーストから北条雅良さんとね、今日はよし新井さんお迎えしてますけれども、ね、新井さんは前もね、同じことではあれですけど、これやっぱり初めて聞く方もね、はいはい、聞いていただく方もいらっしゃるので、この何年か長かったんですか、なんか手の左でしたっけ、左手のしびれ ね、はい、結構長い間、まあ、長いっていうか、まあ、ちょっと覚えてないんですけど、はい、とにかくしびれが出て、うん、なかなか治んなくて、うん、だから整形外科行ったんですよ、はい、まあ、ちゃんと大病院のね、うん、いわゆる総合病院の、それでいろいろレントゲンやったり、なんかいろんな検査しましたよ、うん、でも結局結論としては
分からんというわけです。要するに原因が分からんと、うん、別に骨が悪いわけじゃないし何が悪いか原因が分からんと、で何ですかと老化でしょうってこういう軽く言われてですね老化でしょうと言われて老化って言われちゃうとねもうどうにもならないです、ね、そういうね冷たいことを言われてですね、はい、まあそのうち良くもなろうなるかもしれんし悪くなるかもしれんしもっと悪くなったらまた来なさいと言うて返されて薬も何もないないですから、まあまあ、要するにいわゆるその外的には悪いともないわけだから外的にもそういう、ね、あの神経とか骨とかそういうとこも悪いともないんでただし痺れがあるっていうそれだけだったのね。それで、まあ、そういう時にちょっと土井さんにね、まあ、偶然縁があって、ね床屋さんで会って、ね、それで話を聞いてちょっと来てよって言うからなんか久しぶりだったんですね。そうですね。なんかちょっと行ってみようと、どんなもんか。まあ、ただ水素はねいいっていうのは話に聞いてたんですよ。でも以前はやっぱり水素水が、あのまあいろんなところでねあの話がありましたけど、まあ、水素水というのはあまりこう気にしなかったなんていうかな気にしなかったんだけど、なんか水素ガスっていうから なんだろうと思って。ただ水素はいいっていうのは聞いてたんで、でまあ聞きに行こうとね、まあ聞いてそうはないからということで気に入って。で僕はあのそれでねいいと思ったのは何かというと血流がねこう速くなると、これが検査でもって見えた、急にこのねあのね血流検査する機械つけてで鼻からね血球なんていうの吸った時にビャーッとこう血流が速くなるのが見えた、あれでこれは間違いないと思ったわけです。検査したら、まあそうですね、まあ何ですかね、ラジオ機の皆さんに、はい、あのイメージしやすい、まあ、顕微鏡みたいな、まあ、機械、はいはい、ね、夏に痛くもかゆくもなんですけど、こうスッとこうねあの指をこう入れていただくと、はい、その血流が悪いところね、指に入れていただくとこうモニターこう、ね、パソコンの大きさぐらいなのかな、はい、B5 ぐらいなのかな、もっとちっちゃいかな、うん、あのテレビモニターでねその様子が、水素ガス吸入前と、はいはい、でちょっと鼻に当てて吸入してみたら、はいはい、もう今最近ね若い子秒でなんて言いますけど、本当ねすぐに、ね、はいはい、血流がうわーっとよくなんか見えたもんですから、ね、これは間違いないと、うん、まあ、血流が良くなるっていうことは全ての病気に対してね、まあ、病気に対してですから健康にいいっていうのはそれ分かりますから、うんうん、それですぐすぐその場で買いましょうっつって、ね、うんうん、ね、うちのそれで家内もね今日あの先週で出たと思うんですけどね、もうやれ金買え買えっつって、もうあまりうちの家内はあのこれのこと気にしないんで、まあ、もうお前のことこっちは気にしますけど、でも聞いたらあんまり、まあ高いは高いですよ、我々のあれから言ったらね、18万っていうのはね、でも他のあるところで聞いたところのと50万とか100万とかっていうのそういうのも聞いてましたんで、そんなものは買えないと思ったけど、18万だとなんとか買えるんじゃないかと、ね、貧乏な私でもなんとか、あの時なんか3台3本いきなりですね一緒にあの親戚も呼んでね、はいはい、まあそんなことでね、はい、よかったです。いやいやいや、はい、でもあれですよ、私本当に普段はね夜の部で私たち会うことも多いもんですからこうして見ますともう肌ツヤ全然違いますもん、ね、本当ですね、奥様もねそうですけど肌ツヤがね、まあ、おかげでね年よりも一回りぐらい若く見えるんじゃないねえそうですか、うんって言ってますけど、ますますお盛んで素晴らしい、ね、だそれで痺れもなくなってね、はい、それが何よりですよね。わかりました。ちょっとねその何よりの部分、ね、この CM の後ちょっと北条さん聞いてみたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のは、ね、まっしぐらに今週もお届けしてますが、ね、新井よし新井さんお迎えしてます ね。ドクター水素ボトルの北条さん、やっぱりこの肌ツヤであったりとかしびれとか前ね、おっしゃってたほらパーキンソン病の方とかも、うん、ちょっとやっぱりね硬直してしまったような方もいらっしゃると思うんですけど、これやっぱり水素ガスの吸入によってあれですかね、しびれなんかもどうそうですね、亡くなってる方多いですよね。やっぱり痛みが長年の痛み取れた血流から来てるのかな、やっぱり血流もありますしね、いろいろ要素あるみたいです、うん、例えば、うん、まあ、ソフトボールの
大変有名な方方が吸ってるんですけど、はあ、そのソフトボールの形、はあ、女子の、はい、うん、有名な方、まあ、金メダル取ったのに言っちゃいけないんですけど、はい、あのもう特にそういった方が使われて、はあ、最初にちょっとリアクションで聞いたのが、その相手がものすごい球を投げるわけですよ、うん、野球で言ったら160キロ超える球を、はい、あの彼女たちは打ち返すわけですけれども、あのその時に前反応できなかった球を打ち返せるようになったっていう人がいたんですよ。だからそういう意味では脳の神経伝達速度まで上げてる可能性があるのかなと思っているので、そういう意味ではその神経と、まあ、単純なその血液がどうのっていう話とはまたちょっと違うかもしれませんが、そういうことが起こっている可能性が高いと見てるんですね。機能ね、はい、だから打てなかった、どうやっても打てない、反応できないスピードだったのに打ててるんですっていう人がいたんですよ。これまたすごいですよね、まあ、そう 神経系統にも神経の伝達が結局、うん、ね、あと僕がいいと思ったのは、あの説明聞いていいと思ったのは、はい、活性酸素の除去ですよ、うんうんうん、確かに彼活性酸素悪い酸素ですけど、うん、水素ですから、それ当然水素と酸素が結合してね、別のものに変わるでしょうから、はい、これもなんかあの機能的には分かる気がして、はい、なるほどなと、まあ、活性酸素というのは万病の元ですから、ね、これがやっぱりあの授業されるっていうことがこれはもっていいなと思って、うん、っていうのは私の家系はですね、がん家系なんですよ。あ、なるほど。親父、お袋、姉さん、妹、もう家族7人のうち5人が、4人が、あれ兄弟5人で、両親で7人家族、そのうち4人が癌で行っちゃってるんですよ。なるほど。あ、3人、あ、いや、そう、4人が、ね、癌で行っちゃってるってことは、ね、癌家系なんですよ。だからそれは絶対その酸素で、ね、活性酸素を除去して癌にならないようにと思って。あとあの、まあ、東大さんが調べてくださったデータでいうと、はい、水素を吸っていただくと、はい、当然今先ほどおっしゃられたように血流が速くなったことによって体温が上がるんですね。で、がんになる人って大体36度以下の体温が多いんですよ。家系っていう意味で言えば毛細血管が細い家系なんですよ。細いことが遺伝してるんですね。だから体温が上がりづらい、もしくは年齢を重ねてくると細くなりやすいっていう家系なんだと思うんですよ。そうするとそういった方々が水素を吸っていただくと血管が開くので血流が良くなったことによって体温が上がりやすくなるんで、まあこれ皆さん体温上がった上がったっていうのをおっしゃることなんですけど、それによってそのがん細胞が育つのを抑えるように免疫細胞が勝手に働いてくれてるっていうことを東大が見つけたので、あのそれが起こってるんだと思うんですよ、体の、はい、ですよね。だからね、それこそ本当さっきもね、まあ、打ち合わせっていうか、先週もお話しさせていただいたその未病、だから、はい、がん対策って言って大げさなんですけれども、うん、やっぱりそういった意味ではその体温を考えると、はい、やっぱりね血管血流を良くしてあげていれば普段、ね、うん、という考え方もありますから ね、なりづらいっていうか、小さな段階で自分の免疫細胞で、うん、その潰してしまうということになるので、そんなあの大げさにステージが3だ4だっていう話じゃなくて、あの我々のよく言われるのは、我々の体にも日常的にがん細胞はできていて、それを自分の免疫力で叩いて潰してるんだと、それができなくなっちゃうとがんが大きくなるように育つっていうことなんで、体が健康であれば自分で潰すメカニズムっていうのはちゃんと持ってますね。ねえ、やっぱりね、和井さん、あの車の中でもね、やっぱり常に僕も本当で、なんでしょうね、これもう不安になっちゃうんですよ。例えば丸一日吸わないとみたいな、はいはいはい、まあ日はないんですけど、ほぼね、なんかね、いつも持ってたいですよね、うん、はい、そんなわけでね、とてもね、とてもあの新井さんにとっても良かったなと思うんですけども、はい、あのお知り合いの方でもいます、そのドクター水素ボトルの中だから、ね、井上さんと今ね、いろいろ異業種交流ね、主席クラブね入ってますけど、その中でも何人かね、もう、ああ、もちろんね、ご紹介いただいてね、うん、はい、皆さんね、もう本当さん、本当この改めてなんかそういえばそうですけど、はい、はい、愛さん、誰、愛ちゃん、愛ちゃん、ああ、
母さん。あ、バーンジョアイさんね、うん、はいはい、お母さんもね、そうですよね。あ、そうだった、うん、あ、そうだから結果聞いてみたいんだけど、ね、あ、そうか、ね、ぜひぜひ、まあ、本当ね、本当すこぶる皆さんね、あの、はい、嬉しいですよね、あの、いや、よかったっていう方がやっぱりほとんどね、はい、やっぱりほとんど、まあ、僕なんかほぼ全員皆さんね喜んでいただいてるからと思うけど、長くっていうか一日でも何回も使った方がいいんだね。そうですね、水素は副作用全くないんで見つかってないんですよ。1位だからね、持ち歩ってね、あの車の時も使ってた頃があるんだけど、最近はもう家でね、家に置いとかないと、これ僕がいない時にこっちが吸うと思ってるから遠慮して置いてるんだよ。どうそうですか。そういう意味では皆さん一台一台だと、うちに帰ったら自分がやって、で昼間僕がいない時は水素吸いなさいですけど、ね、うちのも忙しくて吸ってないみたいで、帰ってくると俺僕は独占するんで。ですよね。夜なんかでもね。車に持ち歩いてます。ね、そう、私ね、うっかり先日引っ越しをしたんですよ、はい。その時に引っ越しの荷物の中にボトルを入れてしまって、引っ越しを終わった後にどこにあるんだって言って、結局丸一日見つからなくて吸わなかったんですけど。やっぱりちょっと重くなるんですよね、吸ってないとね。だからやっぱりね、ちょっと吸えないだけでもそれ感じられる。おじさんもともと大きいから、重たいですから。そうですよ、もう体が頑張ってるもんですからね。そうですよね。はい、タフにね、タフにね、生きていく上でもとかね、まあスポーツ選手もあれですよね、確かに、前ね、おじさん、そういえばゴルフなんかをねされる方でも、何でしたっけ、肩、さっきね、先週もちょっとね、あやさんからおっしゃった、もう肩パンパンにあってね、痛いっていうようなところは、スポーツ選手なんかでも、なんかゴルフだとこう何ですか、肩が上がってな、可動域が広がるっていうのはよく言われますね。もう今本当に整体の先生方が水素を吸わせてから、はいはい、施術をされるっていうのがものすごく多いので、はい、なるほどね、本当にこう、50件ぐらいの整体のグループさんで、毎月50台とか、はいね、多い時だと100台ぐらい注文来るんですよ、はい、それぐらい来られたか、吸った方がもうリアクションが全然違うって言われますね。なるほど。今ね、土井さんと一緒に入ってる異業種交流会、はい、整体も結構言わせますから、あ、じゃあ進めてあげるといいですね。ピンポイントでやりましょう。そうですね、確かにね。あと多いのは美容師さん、美容師さんがうちの水素のスプレーをかけて、水素トリートメントっていうのをものすごいやってるんですよ。水素のトリートメント、髪の毛、そのお水でね、かけてあげると髪の毛がツヤツヤになって太くて腰が出てくるんですよ。それで1回やると美容室では3000円取っていただいてるんですけど、実はうちの機械で。そうよね、はい、なので美容室さんなんかぜひおすすめですね。ちょっとついでに聞きたいんですけど、まだ時間ある、はい、大丈夫、うん、ね、僕はそう、色がさ、この変わるじゃないですか、はい、いや充電の時は赤い色で、はい、それで充電終わると緑になる、はい、それでコンセント外して、はい、うん、外して、指で押さえてちょっとやると、はい、薄い緑になる、はい、充電の合図は濃い緑でね。そうですね、薄い緑でするんですけど、はい、その時にその薄い緑になる前に青くなりますね。あれは5分モードの時ですね。青くなるのと、はい、変に薄い紫になるのと、あ、濃い紫色、3種類色がある。線を刺したまま5分モードを立ち上げると紫色になりますね。濃い紫、はい、で薄い紫なんですよ。薄い紫ってなると多分5回タンタンタンって叩く時に、電極を逆転させて水素じゃなくて酸素を出して電極に溜まっている水素をひっつけて電極をすごく簡単に言うと洗浄するんです。それは吸っちゃいけないの？その時は酸素ですね、出てるのは。ああ、 その時に紫色になります。よくわかんないんで、だから3種類あるんで、うん、濃い紫の時は吸っていいんですか、一緒に？あれは、線を刺して5分モードの時は吸っても別に問題ないです。それやるとなんか水素水にいいっていう、はい、もちろんそうです。水素水を作るときはそれでやらないって言われたけど、はい、5分以上水素が出てれば、30分モードの時でももちろん5分以上経ってれば、それ以上濃い紫はだから5分10分ぐらいで切るじゃないですか。切れます、5分で切れます。青いやつは長いじゃないですか。そうですね、緑は長いですね。青いやつは何だっけ、30分あれそのまま吸っていいの？もちろん
緑でしょ。緑です、ね。ちょっと色の違いな、どちょっとね、線刺すと色変わっちゃうんですよ。はい。では、皆さん、ありがとうございます。番組が終わってからみっちりと打ち合わせしましょう、ね。質問コーナーで、ね。はい。そういうわけでね、今週も嘘のような夫では元気でね、届けしました。よっしー、新井さんのゲストに、それから、東京から、ドクター水素ボトルの北条正弘さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。